はい、じゃあダンサーね、めちゃめちゃ動くんですけれど、まあ、動く前にもやっぱりこう必ず怪我しないように、ストレッチをね普段毎日やってます。でもレッスンでいつもやるんですけれども、まあ、その一通りのストレッチの一通りをいつもやってる感じでやりたいと思いますね。体をほぐすの大事なんで、やってみてください。いつもねまず体腕振ってひねっていきましょう。ほいほい、うん、ちょいとちょいとちょいとだんだん上げていきましょう。おいし、ある程度遅れたら今度ゆっくり大きく回します。おいね、体硬い人もね大きくなくていいんで綺麗な円を描くように回してください。はい、 OK。 しっかり一回上に伸びて、はい、 OK。 じゃあこのそのまま下にちょっと後ろに押すようにね、ほう、ちょっと左右振って、ほい、はい、 OK。 じゃあ今度は後ろに腰を伸ばしていきましょう。よくあるストレッチですけどね、腰伸ばすのすげえ大事。同じように今度腰を大きく回す、うん、これもねしっかり腰をきれいに回すことが重要だと思いますよって感じで、よいしょ、おい、 OK。 はい、じゃあそのまま今度股関節掃除と一緒でね上からほぐしていきます。うん、まあ、ある程度両方ほぐれたら片方重点を置いて深く打っていきましょう。おお、伸びます、逆も。何でもね姿勢がすげえ大事だとは俺は思うんで、はい、伸びたかな。はい、続いて足を閉じてね左からこうぐーっと回していきましょう。膝ほぐし、はい、逆も、はい、はい、 OK。 さあ今度このまま屈伸、よいしょ、ね、ゆっくりやりながら左右にも振りながらねこの感じを確かめてくださいね。1、はい、さあだんだん下がっていきましょう。今度内側伸脚、よくあるねストレッチですけどね結構大事ですよ。はい、同じように逆いきましょうね。ふう、いやー伸びますね。おい、 OK。 さあ今度横向いてね前に前の足の方に重心をかけてゆっくり伸ばしていきましょう。はい、じゃあこのまま後ろに体重持ってきてつま先上げます。伸びてますか。この時にしっかり膝の皿をちょっと押してあげると効果アップ。はい、同じように逆もいきましょう。前の方に、うん、無理しない程度が大事なんですよってことで、はい、同じようにつま先も上げていきましょう。あーあーって声出すのも大事だからね。はい、 OK。 はい、じゃあ続いてどんどん深くいきましょう。続いて伸脚深いバージョンね、どんどん重心下げていこう。下に下に、うん、おい、逆向いて今度
付け根伸ばしていきます。体上げて、うん、はい、ここをねこう押し込むような感じでね、ここが伸びてくると思います。うん、慣れてきたらそのまま今度もも裏意識して深くいきましょう。こんな感じね。はい、オッケー。同じようにね、逆もなるべく同じ歩幅でねやるといいですよ。おい、逆も行きましょう。はい、ね、しっかり押し込んでくださいね。はい、じゃあ同じように深く、ちゃんとね生きてれば、ちゃんとももの後ろが伸びてればいいと思います。はい、 OK。 さあ、さらに下がっていきましょう。お尻ついて、今度はお尻を伸ばしていこう。
腰伸ばしていきましょう。手が上の状態を作ってあげてください。そしたらもう手を下の状態を作ってあげましょう。腰上げて場所を整えてください。上伸ばしたら、上半身下伸ばす。はい、今度はうつ伏せになってアキレス腱、右足の上に左足を乗っけて伸ばしていきましょう。だいたいね、2-8もしくは4-8ぐらいでやるといいと思います。伸びてますか？伸びてますね。はい、もう一回やるんですけど、2回目はね、しっかりつま先曲げて、膝曲げて、より深く、伸ばせるように。こういうのを逆も。はい、そしたら最後そのまま前屈起き上がってもらって整え、はい、足首回したら、はい、準備完了。腕ほぐれたね。暇の時真似してみてね。